はい、竹です。引き続き望遠語練習しています。この間やけにこう鎖骨のところが痒くて何か虫に刺されたかと思ったら顎当ての金属パーツが当たっての金属アレルギーでした。なのでハンカチで直接当たらないようにしました。今回は弓全体を使った全球と半分を使った元半球と先半球を練習しています。2弦の英語で A 線、ドイツ語読みでアーセンを使ってます。ちょっと動画で撮ったのを見ると、斜めなので修正しようかなと思います。ボーイングのコツを使うまで練習していきます。あとやっと支えがなくてもバイオリンをこう構えるコツはつかめてきました。今回はここまでです。よかったらチャンネル登録やいいねボタンをお願いします。それではまた。